今回お邪魔するのは JA マニワさんです。どんな仕事をしているのか担当の方お願いします。はい、農協では組合員数が約1万5000人でございます。で、農業関連の事業を含めまして、貯金、共済、ローン、それから、総裁事業、旅行業務といったことを取り組んでおります。この他にもアグリニコニコスクール、女性部活動、組合員大学といった地域貢献活動にも取り組んでおります。貯金につきましては、各季節ごとにいろいろなキャンペーンを行ったりいたしておりますし、共済につきましては、自動車事故の場合には現場急行サービスを行ったりいたしております。 JA マニアは農業以外にもいろんな仕事があるんですね。さて、私は上長田にある貯金センターにやってきました。どんなことをしているのかお邪魔してみたいと思います。えのきを実はこの施設作ってまして、今は培地を詰め込む作業をしています。で、今こちらこの瓶におがくずとか米ぬかを入れたものを詰め込む作業を今してます。それに今米ぬかとかふすまとかそういったものプラス、おがくず、国産の杉のおがですかね、はい、それを詰め込んだもの、キノコの栄養みたいな感じで、はい、詰め込みしてます。えのきがこんな感じで作られているのは知らなかったです。ここで詰め込んだものを、生産組合に配るんですけど、その生産組合が、ヒルゼンには5ですかね、5の工場に配るようにしています。じゃあそこでえのきができるんですか？そうですね、えのきができます。はい、あれからどうなったのか見に来ました。寒いです。こんな風にできるんですね。切ってあんな風にできるんですね。そうですね、資金センターを見てもらったと思うんですけども、あそこから金を運んできまして、ここでは3つの部屋を経由して製品になるわけですけども、最初の部屋で芽を出させて、次の部屋で、竹を揃えて、3つ目の部屋で、紙を巻いてまっすぐ伸ばして、こういった製品になっているわけです。だいたい、金を持ってきてから25日から27日をかけて、こういった製品になっております。安全安心とすごく今言われてますので、実際食べる方にもこういった、作る側のことをしっかり知ってもらうっていうのも大事だと、感じております。続いては大根を出荷している仕事場へお邪魔しています。大根は今が旬なんですか？今が秋のこれからピークになりますので、はい、これから旬になります。一日何本ぐらい出荷されるんですか？本数量というのは1万本ぐらいですね、はい、皆さんは今何をされているとこなんですか？今農家の方が大根を持ってこられたのをここで洗って調整して箱詰めの作業をしているところです。ちなみに選果場は他にもあるんですか？ヒルゼン地区にはあと花とトマトの選果場があって、ここと3カ所あります。仕事で大事にしている思い、考えはありますか？そうですね、やっぱりサービス業ですので、やはりお客様の信頼というのを一番大事にしております。やはり仕事場、それから職員同士、それから地域に帰ってでもですね、やはり信頼のある人間でありたいと常々思っております。これから目指したい、目標にしたい組織についてお話をしてください。はい、やはり農業協同組合ですので、やはり生産者の取得の増大、これを第一に考えた経営ですね、JA マニマを目指しておりますので、やはり、生産の拡大ですね、それから地域への貢献、これを頑張っていきたいと思っております。ありがとうございました。